前回キスのあたりを好感度にする天秤の改造方法その2ってことで、これの作り方、このね腕がついてる天秤の改造方法を紹介したんですけど、今回はその3ってことで、それのさらに発展系を作りたいと思います。用意する材料は前回とほとんど一緒なんで、まあそちらを参考にしてください。で、前回の動画から材料追加分がこれ、ステンレスのバネ線1mm、これちょっと高かった、こっちの方が安いですね。まあいいや、とりあえずこの 1mm と 0.8mm の棒をステンレスのバネ線を1本ずつ使います。それでは作っていきましょう。まず用意するもの、これ通常のデルナー、これの腕を片一方切っちゃいます。できるだけ根元で、一回このカバー外して中で切ってもいいですけどね。はい、切っちゃいました。そしたらここに輪っかを作ります。ここをでぐる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 っと丸めると作れます。でラジペンで形を整えて切って、もう一回整える。はい、できました。でここをハンダ付けします。ちょっと脱脂しといた方がいいですね。ここは脱脂か、まあ、ペーパーちょっと当てとくか。はい、ハンダ付け完了しました。これで重りの完成。ごめんなさい、用意する材料がもう一個あった。用意する材料、パワースイベル、投げ用のガイドを通るパワースイベル、こういうのね、ガイド通るっていうのだけど、これも UG、 この UG ってところ安くていいよな。これ1個追加で、んでまず 1mm のバネ線を1本取り出します。これの上からってお前どっちでもいいんだけど、15センチのところ。だいたいね、これも別にお好みです、正直。15センチのところで、クリーンと。くるくるっと繰り返します。こんな感じ。んで、ここを、開いて。こういう輪っかを作ります。こっから、こっから15センチのところで輪っかで、ここにさっきのこれガイド通るを入れちゃう。もう分かる人は分かっちゃうかな。で前回同様、この1ミリのね穴の開いたこれを差し込みます。ここの頭から2本ともね。通せました。こんな感じ、ちょっと硬いけどね、頑張って通してください。でこっち、この長い方を根元で折り曲げます。はい、
そしたら、こう来て折り曲げた長い方のこっちの根元から5センチのところで切っちゃいます。はい、切れました。これ5センチ。ちょっと前回と作り方変えてるんで、前回見てる人はあれと思うかもしれないけど、ここでさっきのこれを2つ用意します。で、これをこいつの上から1個通して、で、だいたいこの長さと同じぐらいのところね。で、ここでコンマ8のステンレス線を差し込む。だいたいでいいんだけど、一応気になるのは測って、これ今5センチ。ここでかしめます。かしめ方は、まあ、このラジペンとかで握ってもらえればいいですよ。はい、かしめました。で、かしめたらこっからここの先端に向かって曲げます。ここをラジペンでつまんでギュッと曲げたら、位置合わせて、で、こっちの先端からだいたい5ミリぐらいのところで、このこれの延長線と重なるように曲げます。わかるかな、わかるよな。こんな感じで、ここにさっきのこれもう一個を差し込みます。はい、差し込みました。差し込んだらこっちもかしめます。かしめ終わりました。そしたらこっから12センチぐらいのところ、いや、もうちょっと長くてもいいか、いいか、12センチにするか、感覚で13センチにしよう。やっぱり13センチのところで切ります。そしたらこことここに輪っかをこの、ね、先端の丸いラジペンで作ります。この向きにまっすぐ抵抗が出にくいようにこう丸めてます。丸めたらラジペンでちょっと整える。できた、輪っか。そしたらこの輪っかとこのかしめたところ2箇所とここと一番最初につけたここを全部ハンダ付けします。はい、ハンダ付け完了。まあ、これで天秤完成なんだけど、ここに一番最初に作ったこの重りをつけます。これ下の方持って、ほら、開くんじゃなくてクリンと回して入れます。はい、完成。これでずり天秤の感度、さらに高感度で、でもこのコンマ8の細いバネ線のおかげでノリもいいっていう天秤の完成です。はい、これがキスの感度を、当たりの感度を良くする天秤の改造方法その3です。で、その3の発展形、発展形ってこれ変えれるんで、重りを以前作った発泡天秤、これに変えればさらに引き重りもしない高感度天秤の完成。これ応用編です。引き重りがしない、リーリングが軽いんでもって、これのおかげで当たりがダイレクトに伝わりやすい割には
このコンマ8の柔らかいバネ線のおかげでノリもいい。割と今僕自身は完璧かなと思ってる天秤なんですけど。その3、キスの感度を、キスの当たりの感度を良くする天秤の改造方法。長えな。その3と応用編の紹介でした。